世界中のハゲ頭に朗報です。イギリスで男性にハゲというのはセクハラになるとの判決が下されました。現在人の容姿を差別したり蔑視する発言に関してルッキズムと呼ばれ、世界中で社会的な問題となっています。今回イギリスで男性にハゲと呼ぶことはセクハラに値すると裁判で認定されました。イギリスの男性は職場で上司からハゲと罵られて激高し、手を挙げたことをきっかけに解雇されました。これを不当解雇として上司を訴え、裁判所はこの訴えを認めた形となります。このニュースは大手メディアのガーディアンも大々的に報じています。日本でも孫正義さんなど多くの人がハゲを自虐ネタにしています。しかしハゲで人をいじるのはセクハラになるので注意しましょう。